そこの1個2個目の水たまりあるやん。ああ、1個目2個目あって、2個目の方の水たまり、奥の方のあれ、うんうんうん。要は変な話、こうやって、はい、要はこうやって立ってるの、こういうふうに、おお、うん、なんやろうね、すごい気になるんだわ。一つ気になる点、思い当たる点は、要はこさ、真ん中の道あるじゃないですか、車今走ってるとこ、あっちからこっち側に来るとこの姉川湖線上っていうのになって、向こう側にもなんか心霊スポット扱いされてるような、要はこの姉川の戦いが一番なんていうの過酷だった場所が、そう向こう側、橋のさらに向こう側。じゃあれワンピーじゃねえの？あれ着物？ダランとしたやつ。知らんけど。まあこれのね、川側の方にまた歩いていくことには、そう向こうにここにも看板がある。はい、先ほどの言葉はまあ嘘か嘘じゃないか、まあ歴史の分かる人は分かるでいいんじゃないですか。僕本当に歴史が全く分かんなくて。俺はすげえあなたの言うセリフしっくりきてるよ、どれも。そう。うん。姉川合戦も全く知らないぐらいなんですよ。知っとるぐらいな、関ヶ原ぐらいしか知らなくて僕が。ただ今見えたのは、僕が今映像で見えたことを並べて言ってみただけで、ね、分かんないんですよ。こんなでけえもん食ったのか。何が上にあるやつ、大立ちって原寸大って。朝倉さんの家臣の人ですなが、この姉川の合戦で狂ったとされる大立ち、こんなでけえもん食り回しとんだ。それ23回で俺撮るぞ。23回で俺撮るぞ。どんなコメントやねん。どういうことよそれ。戦っとる最中に俺撮るぞ。ああ、ああ、本当やな。うん、こっちの方がどぎつい。どぎついな。どうでもいいけど水きれいやね。あ、でもちゃんと公園してるな。ゴルフやろうか。完全に思いつきで喋ってるでしょ。違う、そうだ、むい君にも言っていかんのかなけど、僕の場合は映像が、うん、送られる映像、僕みんなの霊能者と違って、僕の場合はスライドってある、カシャカシャカシャって、フィルム入れて次のやつが出るっていう、うん、一昔前の機械であるような、そうそう、ああいう状態でしか送ってこられないんですよ。ほうほう、うん、だからところどころか記憶飛ぶのよ。うん、まあ重要なシーンだけ見せされるみたいな、そういうことですよ。そう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 だからうまく話していけないのよ。まあこの辺ちょっと上登る感じかな、うん、なんでここを選んだか知らんけど、こっちの方がなんだ、疲れるな。ゴルフ場じゃねえか、川は。川ねえ、向こう側だよ。でも本当に、じゃあこの公園であれなのか、ここじゃねえの。うん、こっち分からん。6対7対6対7対ぐらいかな、囲んで歩いてる。よし。ん？ゴ5体6体ぐらいが囲んで、でも誰やった大将信長さん、うん、結構負傷してるよ。そりゃまあ負傷っていうかね、要は囲まれてる中を突破しなきゃいけない状況だったから、前にも後ろにも敵はいるし。まあ無傷で帰りはしないでしょさすがに。そんな結構大きな傷してるよ。へえ、うん、この人多分そうだけどな。あ、ここだな、ここを通ってる。おう、どういうことなんやろう。いいとこやねここ桜が会話の動画の流れとして会話の内容がさぶった切れすぎてるからさ違う俺と俺じゃないと思えばいいね画面にあなた一人しか映ってないから動画の進行的にねとても違和感のあるものになるんですよ。多重性人格症だと思ってくれてあで川か。そうだね、これはでも向こう側には行けない感じか。あそこしかないんだ。まあこの辺りが行ってしまえばもっとね悲惨だったっていう。いやもうちょっと向こうだ本当に公園があるあたりがってこと？橋そこだよね。さっき見てた橋。うん、橋あっち側。橋あっち側。いやもうちょっとこっちだよな。一番強かったのが漁協があったところだよな。あ、さっきの階段みたいな降りたとこ？そうそうそう。すげえな。なんていうかさ。あなた相手にしてるときさ、プライベートでも、うん、戦国の話なんかマジでしないだろうなって思ってたけど、ここまで話せると思わなんだ。いや、俺が好きで話してんじゃねえぞ。そう、じゃあだから、そう、だから、要はこの、なんていうの、俺がここを選んだとしても、あなたはまあ適当になんかスルーするんだろうなって思ったけど、こんななんか、ね、戦場がどうのこうのっていうことを語るほど、うんなことになると思ってなかった。だって今までやってきて俺歴史なんか語ったこともねえもんな。うん、犬山城って何ってかねもそうそう犬山城って何って聞いとるぐらいやなそういや今まで犬山城とか小牧城とか行ってきたやん、うん、ここを初めて映像もらったのは今までの中ではまあそんぐらいなんか根強く残った事件なんだろうな当事者たちにとっては。ここが一番多分ここだと思う元気にゲートボールっていうかそんななんかゴルフパターかなやってる人たちがいいんだよな。一番ここが腰痛いしちょうどこのお墓が見えるとこ。お墓記念碑。うん、ここでかなりの大量死、うん、いやさっきのところよりこっちの方がなんていう被害が大きかったってその記事にもあるから、うん、こっちの方が大変だったんだと思う。山積みにされてる。おう、うん、お亡くなりになった方々の遺体が、うん、すげえここだと思う僕。まあちょうど川からそれてなんといろんなね。いや川はもうちょっとそこまであったような気がするんだけどなこれ川を埋め立てられてる埋め立てられてるっていうか水が減っただけかな単純に。多分なもうちょっと川広かったと思うんだけどな川っていうか、うん、うん、どうしますこれ次回夜来れます行きたくないうん要はどこどこのトンネルのさ、うん、要はこういう霊がいるとかさ、オーブ映るとかじゃなくてさ、うん、割と真面目にうん、大量殺人起きてる現場って言ったら当てはまる理屈だからさ、殺人じゃないけどな、戦いでやってるもんだから、うん、そういうなんかでも要はその大勢がなんか血流して死んだ場所だから、俺初めてこういう歴史が目に浮かぶ、頭の中に映ってくるのなんて。生まれて初めて。そう思うと現代は平和になりましたな。すげえ。でも敵陣なんでもう追わなくなったんだろうね。完全に要は信長さんが安全圏入っちゃったからじゃない？その浅井領よりも信長、その要は尾張の領域に入ったらもうこれ以上追っても向こうの土地じゃん、土地勘もないし、ほんでそこでやめてるんだ敵陣、うん、ちょっと太ったやつなんだろうな、ちょっと太ったやつ、うん、だから浅井さんか朝倉さんかどっちだろうか、ちょっとがっちりしてる、太ってる、うん、が太ってる、意外とちっちゃい割には、うん、馬に乗ってるからさ、すげえ悲しくなってくる今も撤退します。なんだろう、俺初めてこんなのが映り出すの嫌だな。うん、俺は歴史嫌いなのに正直だいぶ想定外だな、一番ランク低いと思ってたのになんやろね、すごい気持ち悪いこと、視聴者3000人もおるんや、両軍の死傷者3000余り名あたりに千原、千川の地名が残されている。まあよっぽどむごいことになったんだろうな。むごいだろこれ見とると。いやでも戦っとる最中もすごいけど、その逃げとる時の最中の方がひどいけどな。それはまあもう信長さん的には言い方悪いけど捨て駒になってでもなんていうの、奴ら止めろとしか言わんだろうしな、戦やんええのに挟み撃ちになってる時点でだいぶ不利なんだよな。挟み撃ちになる方がおかしいんやろ、皮きれいこれ何がすごいね、いややべえ、俺もう絶対来ねえこんなの涙がいっぱい出るっていうか、ワンピーなんやったんやろ、ああ、うん、ワンピーがすげえ腹立つ、戦国好き仲間グロシーン見たいかな有名なとこではあるけどグロシーン見たいかな、ピンクの羽織物してて、てかピンクの服着てて、こういうなびくのバタバタバタって風にとも風が逆なのに後ろになびいてる美人、意外と綺麗、ワンチャンお市様な可能性が出てきたぞ闇が深すぎる。あでもお市様そこで死んでねえもんな、死んでねえ、ここでそんなにね、意外と綺麗だぞ、うん、どうだろう、でもそうだな、でもお市様ならワンチャンここってもおかしくないなとは思いたいな、浅井さんの場所だし、強いて言えばお市さんっていうよりもその一族じゃねえの、ああさっきの銅像にあったような3人の娘さん的な、うんじゃないのかな、可能性としては十分ありえるな、分からん俺歴史詳しくねえもん、要はその件があって浅井家はもう割とすぐ滅んじゃってるから、要は信長さんが逃げおせました、浅井裏切りやがったな、じゃあお前殺すわって言って、要は妹の旦那殺してるからあの人、悪党だね完全に、うん、裏切る原因作ったの自分のくせに向こうが裏切ったって言って向こうの殺すからワイルドだなおい。